昔、下関の宇津井の赤田城は作物のよく取れる豊かな村じゃった。これも山の神のおかげと、村人たちは毎年秋の収穫の時には山の神に感謝を捧げておった。山の神は秋の収穫が終わると近くの山に入って山を守り、春になると里に出て田の神になられるのじゃった。山の神は山の鳥持ちの大木に住んでおって、とても恥ずかしがり屋の女の神であった。ある年の春のこと、今年も無事田植えも終わって、村人たちはそろって山の神をお迎えに鳥持ちの木の前にやってきて、お祈りを捧げておった。ははーい、これからわらわは田の神になるぞい。山の神はいつもの年のように里に出ると田を守る田の神となり、村人たちや植えたばかりの青田を見回りしておった。ところが、あれ、おっと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 、田の神様、どうしたはずにか石につまずいて小川にはまってしもった。そしてと水に映った自分の顔を見てしもた。その顔の何ともみっともなくおかしげな顔と言ったら、いやいや、おー、これがわらわの顔か。はあ、こんな身についた顔がわらわの顔じゃったとは、恥ずかしいや。山の神は一目散に山に逃げ帰ると、うわうわ、悔しい悔しい悔しい、みじめみじめ。田んぼに出るのはもう嫌じゃ嫌じゃ嫌じゃ、もう嫌じゃ。そのまま祠に閉じこもって塞ぎ込んでしもた。とうとう植えたばかりの村の田んぼの苗が枯れ始め、畑は荒れるし、山の木も少しも大きくならずに枯れてくるわで、村人たちも困ってしもた。言ってどうしたってのかの、山の神様は。これじゃオラたち干上がってしまう。とにかく山の神様にもういっぺん降りてきてもらわねばどうにもなんね。みんなでお願いに行くべえよ。山の神様、山の神様、お願いです。田んぼさ出てきておくんなせ。田んぼさ出てきておくんなせ。いやじゃ、いやじゃ、わらわはもう山へも田へも出ませんぞ。村人たちは何度も相談した。そして山の神はきっと腹が減ってるで機嫌が悪いだ、お供え物をしてみんなで踊ったり歌ったりしてお慰めすべえということになった。
綺麗な着物、面白げなお面。やめてくりょ、やめてくりょ、ほらやんだやんだ、やめてくりょ、やめてくりょ。急に地鳴りがしたかと思うと、山全体が揺れ動き、木々が倒れ、石ころが村人たちの頭に落ちてきた。村人たちは訳もわからず、散り散りに逃げ帰った。山の神様が怒った、山の神様が怒った。逃げろや。山の神様が怒ったぞ。怒った。村人たちは慌てふためいて、家財道具を背負って隣の村へ逃げていった。その村にはこの辺りで一番物知りの老婆がおった。村人たちはこの老婆に聞いてみた。お前さんたちは山の神様の顔見たことあるかの？はっきりじゃねえが、見た。見にくい顔じゃった。そうじゃ、見にくい顔してござっての。その見にくい顔を今の今まで気づかれんかったんじゃろう。それが初めて分かって、恥ずかしくなって祠に閉じこもってしまわれたんじゃよ。そんなとこにお前らが女の着物を着て踊ったり、面白いお面を見せたりしたんじゃから、気を悪なさるのは当たり前じゃ。気の弱い神様じゃからの。じゃから山の神様よりもっと器量の悪いものをお供えなされ。器量の悪いものって？そうすりゃ自分より醜いものがこの世にいたのかと大喜びなさる。それはどんなもんで？おこぜという魚じゃ。おこぜ？なんじゃそりゃ。村人たちはこのおこぜを下げて山の神の前にお供えすると、恐る恐るお願いしてみた。すると、こうして山の神の機嫌はすっかり治り、村へ降りてこられたので、田や畑や山は急に生き生きとした緑を取り戻したそうじゃ。それからというもの、山の神と村人たちはいつまでも仲良く暮らしたそうじゃ。